独ソ戦、または、東部戦線は、第二次世界大戦中の1941年から1945年に、かけて、ナチスドイツを中心とする数軸国と、ソビエト連邦との間で戦われた戦争を指す。大戦の当初はポーランドを共に占領していたドイツと、ソ連であったが、1941年6月22日に、突如、 ドイツ国防軍がソ連に侵入し、戦争状態となった。当時のソ連は国民を鼓舞するため、ナポレオン・ボナパルトに勝利した、祖国戦争になぞらえて、大祖国戦争と呼称一方、ドイツ側では主に東部戦線と表現される。ソ連は、首都モスクワ全面まで攻め込まれたものの、英米を主力とする西側連合国と共に反撃に、転じベルリンの戦いで、 ナチスドイツを敗北させた。戦後は、アメリカ合衆国と並ぶ、超大国となり、占領した東欧諸国に、社会主義政権を樹立して東側ブロックを形成して冷戦に至った。戦場は、ドイツ東部を含む東欧諸国と、ソ連西部のほか北欧に広がり、さらに英米からソ連への援助を立つべく通商破壊が、北極海やインド洋でも行われた。 ドイツ総統アドルフ・ヒトラーはソ連との戦争をイデオロギーの戦争、絶滅戦争と位置づけ、西部戦線とは別の戦争であると認識していた。1941年6月22日3時15分、ドイツ軍は作戦名バルバロッサの下にソ連を奇襲攻撃した。ヨーロッパにおけるドイツ占領地からは反共主義者の志願者や、 武装親衛隊によって挑発された人々がドイツ軍に加わった。開戦当初、ソ連軍が大敗を喫したこともあり、歴史的に反訴感情が強かったバルト地方や共産党の過酷な政策から、ウクライナの住民はドイツ軍を当初、共産主義ロシアの圧政からの解放軍と歓迎し、ドイツ軍に志願したり共産主義者を引き渡すなど、自ら進んで、 ドイツ軍の支配に協力する住民も現れた。また反共産主義者はロシア国民解放軍やロシア解放軍として共産主義者と戦った。しかし、スラブ人を列島民族と認識していたヒトラーは、彼らの独立を認める考えはなく、こうした動きをほとんど利用しようとしなかった。親衛隊や東部占領地域省は、ドイツ系民族を占領地に移住させて、 植民地にしようと計画し、一部実行された。この戦いにおいて、特に、ソ連側の死者は大規模である。なお、独祖戦の犠牲者は、ソ連兵が1470万人、ドイツ兵が390万人である。民間人の死者を入れるとソ連は2000から3000万人が死亡し、ドイツは約600から1000万人である。 ソ連の軍人、民間人の死傷者の総計は、第二次世界大戦におけるすべての交戦国の中で、最も多いばかりか、人類史上すべての戦争、紛争の中で最大の死者数を計上した。両国の捕虜、民間人に対する扱いも過酷を極め、占領地の住民や捕虜は強制労働に従事させられるなど極めて厳しい扱いを受けた。ドイツが、 戦争初期に捉えたソ連兵の捕虜500万人は、ほとんど死亡している。また、ドイツ兵捕虜300万人の多くは、そのままソ連によって、強制労働に従事させられ、およそ100万人が死亡した。開戦から1943年7月のクルスクの戦いまでは主に、ドイツ軍の攻勢と、ソビエト軍の防御という展開であったが、クルスクの戦いの後は、 公主が逆転し、東欧からドイツ東部に至る地域がソビエトの占領地域となった。1945年5月8日にドイツ国防軍最高司令部総長ビルヘルム・カイテル、元帥がドイツの首都ベルリンで無条件降伏文書の批准手続きを行ったことにより戦争は終結した。ヒトラーは自伝、我が闘争においてドイツ人のための生存権の必要性、 すなわち東、ヨーロッパ、特に、ロシアにおける新しい領土の獲得の必要性について論じていた。ヒトラーはそこに、ドイツ人を定住させることを構想していた。それは、ナツスの思想にもあるように、ドイツ人が支配人種を構成する一方で、既存住民のほとんどを根絶、または、シベリアへ移送し、残りを奴隷労働者として使用する構想であった。 ヒトラーは第一次世界大戦中の1917年の時点ですでにロシア人を列島人種と呼んでおり、ボリシェビキ革命によってユダヤ人がスラブ人の大衆を支配するようになったと考えていた。ヒトラーの見解はスラブ人には自尊自立する能力がないからユダヤ人の主人たちに支配されることになったというものであった。ハインリヒヒムラーら ナチスの指導層は、ソ連に対する戦争は、ナチズムとユダヤ人ボルシェビズムの間の、イデオロギー闘争であり、なおかつ、ナチス思想によれば優等民族である、アーリア人種で超人でもある、ゲルマン人が、列島民族である、スラブ人の犠牲の上に、その領土を拡張することを保証するための戦争と、考えていた。ドイツ軍の将校たちは、配下の兵たちに、 ユダヤ人のボルシェビキの列島民族や、モンゴルの遊牧民度も、アジア人の殺到、赤い獣と描写される人々を狙うよう指示していた。ドイツ兵の多くは、ナチス的な味方でこの戦争を捉えており、敵のソ連兵は、列島人種とみなしていた。ヒトラーは、この戦争を、急進的な味方で捉えており、この戦争を、絶滅戦争と呼び、 これは、イデオロギー戦争であるとともに、人種戦争でもあると捉えていた。東欧の将来についてのナチスの見方は、東部総合計画において、最も明瞭に成分化されている。占領した、中央及び、ソ連の住民は、その一部を、西シベリアへ移住させ、奴隷化した上で、最終的には根絶する。征服した地域には、ドイツ人もしくは、 ドイツ化された住民を植民する。さらに、ナチスは彼らのユダヤ人絶滅計画の一環として、中央と東欧のユダヤ人住民を一掃することも模索した。1941年のキエフの戦いにおいて、ドイツが初戦の成功を収めると、ヒトラーはソ連は軍事的に弱いと見て、すぐにでも征服できると考えた。 10月3日のベルリンスポーツ宮殿での演説で、ヒトラーは、我々がドアを蹴破っただけで、腐敗した建物は、全体が崩れ落ちると述べた。したがって、ドイツは、ポーランド侵攻やフランス侵攻などで成功させた、短期間の電撃戦を再度行うことを、想定しており、長期戦には真剣に備えていなかった。しかしながら、スターリングラード攻防戦において、 ソ連軍が決定的勝利を収め、その結果としてドイツ軍が悲惨な状況に陥ると、ナツスの宣伝工作は、この戦争を欧州になだれ込んでくる巨大なボルシェビキの遊牧民たちがもたらす破壊に対抗して、ドイツが西欧文明を防衛するための戦争と位置づけて描くようになっていった。セミオオンチモシェンコとゲオルギー・ジューコフ1930年代を、 通じて、ソ連は、ヨシフ・スターリンの指導の下で、大きな工業化と経済成長を成し遂げた。スターリンの中心的な主義である、一国社会主義論は、1929年以降の、ソ連の五カネ計画に組み込まれた。これは、ソ連の政策のイデオロギーが、国際的な共産主義革命、世界革命論の方向から離れて、 最終的には1943年のコミンテルン解散へとつながっていく方向へ転換したことを示していた。ソ連は公式に1928年から始まった第1次5カ年計画で軍事力強化の過程を開始した。軍事力強化は1930年代中頃の第2次5カ年計画の終わりまでとされものの軍事力は ソ連の工業化の重要な焦点となった。1936年2月のスペイン総選挙の結果、スペイン第二共和制の人民戦線政権に多くの共産主義指導者たちが加わることとなったが、数ヶ月も経ずして右翼の軍事クーデターが発端となり、スペイン内戦が始まった。この紛争はすぐに社会主義者、 共産主義者たちが率いるスペイン第二共和国の側に、立つソ連や様々な国からの左翼の主眼兵たち、そして、スペインの国家主義者たちの側に立つナチスドイツ、ファシスト政権のイタリア、ポルトガルを巻き込んだ代理戦争の性質を帯び始めた。この戦争は、ドイツ軍と赤軍にとって、新しい装備や戦術を試すための有用な、試験場となった。 両者ともそれを後の第二次世界大戦でより大規模に実行することになった。ナチスドイツは反共主義の政権であり、そのイデオロギー的な立場を1936年11月25日に署名された日本との防共協,協定において正式な国の政策とした。一年後、ファシスト政権のイタリアも防共協,協,協定に加わった。ソ連は ドイツの拡大を包囲する狙いで、フッソ相互援助条約を、フランスやチェコスロバキアと議論した。1938年のドイツによるアンシュルスとチェコスロバキア解体により、かねてマクシム・リトビノフの下で、ソ連外務省が主張していた、欧州の集団的自衛体制を確立することは、不可能であることが示されてしまった。このことと、イギリス・フランス政府が、 全面的に、対ドイツの全面的な政治的、軍事的同盟をソ連と結ぶことに前向きとなったこともあって、1939年8月末頃の独ソ不可侵条約につながった。これとは別に、数軸国を構成することになる。主要三国が、日独位三国同盟を締結するのは、冒協協定が締結されてから約4年後のこととなる。 第一次世界大戦後、世界の孤児であったドイツとソ連は1922年、ラパルの条約により国交を回復させた。当時のドイツはベルサイユ条約により過大な賠償金負担に苦しみ、軍備は10万人に制限されていた。経済も世界的に不況で、ドイツには資源が乏しかった。一方、ソ連も 共産主義国家として孤立し、シベリア出兵など列強各国政府から軍事干渉を受けた。ドイツには資源と場所が皆無だった。ソ連は資源と場所は恵まれていたが、技術が乏しかった。互いに世界から孤立していたがために利害が一致し、ドイツとソ連は手を結んで、しばし蜜月の時を刻む。1933年に、 ヒトラーが政権を握った。ヒトラーをはじめとするナチ党は反響を唱えており、ソ連はナチスをファシストと呼んで批判していた。双方の独裁者は、お互いを人類の敵、悪魔などと罵り合った一方、互いの利害のために利用することもあった。スペイン内戦では、代理戦争という形で、両国は対決した。また、赤軍大粛清の一員に、 SD 長官、ラインハルト・ハイドリヒの暴略があったともされる。その後、一方のスターリンは、イギリスのドイツに対する優和政策を見て、イギリスとドイツが、対ソ法移毛を結んでいるのではないかとの懸念から、また、他方のヒトラーは二正面作戦を避けることを目論んで、1939年8月に、独ソ不可侵条約を結ぶこととなる。 この間にソ連はドイツに対してベルサイユ条約が禁止する軍用機、戦車部隊の技術提携、バルト海沿岸の港の使用やイギリス空爆のためのレーダー技術の提供などを行い、さらにソ連に亡命してきたドイツの共産主義者を強制送還までさせてヒトラーに便宜を図っていた。またソ連から資源がドイツへ輸出されており、 戦争開始数時間が前まで鉄道による輸送が続いていた。ドイツのヨアヒム・フォン・リッベントロップ外相はソ連とより強力な連携を取るべきと考え、日独位にソ連を加えた四国同盟を構想していた。しかしヒトラーはバトル・オブ・ブリテンの失敗によって戦争の前途に行き詰まりを感じており、ソ連が粉砕されれば英国の最後の望みも打破されるとし、 さらに東方生存権の獲得のためソ連進行を考えるようになった。1940年7月中旬にはヨーロッパ大陸最後の戦争である独ソ戦開始の意思を国防軍首脳に告げ進行計画の策定を命令した。この後も表面上両国関係は穏やかであったがソ連からの物資が滞りなく流入していたにもかかわらずドイツの支払いは 不自然なほどに引き伸ばされたり、工作機械のソ連への引き渡しが、当局によって妨害されたりもした。一方でソ連は、軍備増強も行っていた。開戦前夜の1941年の3月から4月に、かけ、機械化不評20個手段を編成し、暗号系統を変更した。ドイツ国防軍情報部はこれを、開戦準備と受け止めている。また、欧米でも、 比類のない大規模な航空機工場が存在しており、連度の面でも高いものがあると、ドイツ空軍技術視察団は報告している。ヒトラーは後に、この報告が、最終的に、ソ連即時攻撃を決心させる要因になった。と述解している。1940年12月、ヒトラーは、大祖進行作戦、バルバロッサ作戦の作戦準備を正式に指令した。 ソ連にはドイツの戦争準備を告げる情報がイギリス政府や軍の情報部などから様々な形で集まった。しかし、スターリンをはじめとするソ連上層部はこれらの情報を欺瞞情報であるとして退りけた。ドイツ軍への挑発につながるため、独ソ国境での防衛準備も目立って行われなかった。 1941年6月から12月にかけての戦線6月22日バルバロッサ作戦の発動により独ソ国境で一斉にドイツ軍の侵攻が開始された当初は5月の侵攻を予定していたがユーゴスラビアで発生した政変によりドイツはユーゴスラビア侵攻を実践をしようとし大祖海戦はが1ヶ月以上伸ばされることになった回戦直前 ヒトラーは赤軍に配属された政治委員の即時処刑を命令し、イデオロギー戦としての性格を認識する洋軍指導部に伝えている。開戦当初は奇襲により各戦線でほぼドイツ軍がソ連赤軍を圧倒し、北方軍集団ではレニングラードを包囲、中央軍集団は開戦1ヶ月でスモレンスクを占領する快進撃を続けた。赤軍は 各地で分断され、多くの部隊が投降して、捕虜となった。また、ソ連空軍は、ドイツ空軍の爆撃による、地上撃破や、空中戦による撃墜で大打撃を受け、制空権は、ドイツ軍が掌握することに成功した。しかし、南方軍集団は、投入兵力の割に、作戦地域が広大であったため、進撃が遅れ気味であった。これは、近年では、 海戦前、ドイツに対し先制攻撃を考えていたソ連赤軍が南部に兵力を集中させていたからという説がある。しかしドイツ側の損害も甚大であり、1週間で1939年から1940年6月までのドイツ軍死傷者数を上回ることもあった。そのため、8月にはスモレンスクを陥落させた。 中央軍集団の主力部隊の矛先を南部に向け南方軍集団を支援することによりウクライナ地方に展開していた数十万のソ連赤軍部隊は壊滅しキエフ、ハリコフなどが陥落したこの支援により中央軍集団の首都モスクワへの進撃は約1ヶ月遅延した後9月にモスクワ攻略に乗り出す ドイツ軍はクレムリンまで、あと十数キロメートルのところまで迫ったが、例年より早い冬によって発生したデーネーと、降雪が進撃の足を止め、赤軍も猛抵抗したことにより、ドイツ軍の攻勢は頓挫した。短期決戦を想定していたドイツの目論みは、外れ時給戦の様相を呈することになる。電撃戦を続けてきたドイツ軍にとっては、初めてのケースであった。 補給路が伸びきった上、陶器装備の前線部隊への配送が滞った、ドイツ軍は各地で進撃の停止を余儀なくされた。その頃、ソ連側は、リヒャルト・ゾルゲなど日本の勢力圏で活動する、諜報員からもたらされた情報によって、日本軍が参戦する、可能性はないと確信し、10月以降、満州やシベリア地区の先鋭部隊を、 モスクワ周辺に投入した。11月には、モンゴルの騎兵士団が、戦線に投入されたが、この騎兵部隊は戦況にほとんど影響を与えること、なく壊滅した。国際面から言えば、アメリカのフランクリン・ルズベルト大統領がソ連に、対する武器、物資援助に踏み切ったのは1941年11月7日、モスクワが陥落の危機を脱したと確認された時点で、ある。 このことは、モスクワを後回しにしたことの誤りの一つとされる。ドイツ軍の損害はすでに投入兵力の35%、100万人に、及び、この年だけで戦死者は20万人に達していた。国防軍の指導部は、モスクワ全面からの撤退を唱えるようになったが、ヒトラーの言命によって戦線は維持された。ヒトラーは、陸軍総司令官、 バルター・フォン・ブラウヒッチュラ多くの将軍を更迭し、自ら陸軍総司令官に就任することで、さらに独ソ戦の戦争指導に了解することとなった。ソ連側は12月初旬から陶器大反抗を開始し、ドイツ軍をモスクワ近郊から後退させることに成功した。ヒトラーの死守命令によって撤退できない、ドイツ軍による必死の抵抗と自軍の稚拙な作戦により、 ソ連赤軍は、各個撃破され攻勢は失敗し、ドイツ軍は過労じて戦線崩壊を回避した。ソ連側は、焦土作戦により、ドイツ軍の現地調達の手段を奪い、さらに、ドイツが占領した地域の住民に対しパルチザンを、組織させ、広報拡乱により、ドイツ軍の補給を妨害した。また、軍事的に重要な工場や労働者を、貨物列車により、 ドイツの手の届かない東方へ疎開させた。このことにより一時的に生産力は低下することとなったが、やがてこの安全な地から大量の戦車が生み出されることになる。1942年5月から1942年11月にかけての戦線スターリングラードでのルーマニアの兵士、ドイツ軍の損害を過大に評価したスターリンは、1942年を、 ヒトラードイツの崩壊の年、赤軍の勝利の年にと叫び、赤軍参謀本部の反対を押し切って、前戦線での総反撃を命じた。しかし、未だ強力な戦力を保持したドイツ軍及びその同盟軍を打ち破るには、赤軍の戦力は、質的にも、量的にも、まだ十分でなく、春先には、総反撃は頓挫して戦線はこ着した。 しかし、赤軍は、ドイツ軍を後退させたことにより、失いかけていた自信を回復することができ、ドイツ陸軍の無敵の神話は破られたのである。このような状況の中でスターリンは、前年の経験から、ドイツ軍は、決着をつけるために一気に、首都モスクワ進攻を狙うに違いないと思い込み、モスクワ西部及び南面での防備の強化と、 予想されるモスクワ進撃作戦を牽制し、事前にドイツ軍戦力を撃破するための反撃をハリコフ方面で開始するよう命令した。しかし、ドイツ軍の今度の主攻勢方面は全く逆のソ連南部を目指すものだった。前年の作戦により、ドイツの地上戦力の限界が露見した。生産力の上限から広大な戦線での損害を埋めることも、 補給することも困難な状況であることが明確になった。1942年のドイツ軍火器構成は限られた戦力によるものとなり、成功すれば効果的ではあるが非常に危険を伴う作戦であった。こうして、準軍事的目的ではなく、ヒトラーの言う戦争経済のもとに計画が立てられた。6月28日、南部戦線にて、 ボルガ川への到達とコーカサス地方の石油資源獲得を目的としたブラウン作戦が発動される。作戦開始当初は海進撃が続き、7月23日にはヒトラーが大部分が達成されたと明言するほどであった。しかし、石軍の撤退速度は速く、前年にあったような包囲殲滅がされることもなければ、重火器の放棄もない赤軍の兵。 装備上の損害が伴わないものであった。7月28日、スターリンはソ連国防人民委員令第227号を発し、前戦線における抵抗を命じた。コーカサスの油田地帯に向かったドイツの英軍集団は油田のあるマイコプを占領したが、油田はすでにソ連軍により火をつけられていた。次に英軍集団は 油田のある東のグロズヌイに向かったが、進軍するにつれて補給路が伸び、燃料不足とソ連軍の抵抗により進軍は停止した。スターリングラードに向かったドイツの B 軍集団は、死の大部分を制圧したもののソ連軍の頑強な抵抗により冬が到来しても市街戦を続けていた。このような中で、ソ連は極秘のうちに大規模な反攻作戦の準備を 進めていた。反抗作戦は11月19日に開始され、スターリングラードのドイツ軍は補給路を切断されて、包囲されることになった。空軍総司令官で、国家元帥のゲーリングが空軍による空からの補給を約束したこともあり、ヒトラーは、スターリングラードのドイツ軍の包囲突破による退却を許可せず、防御陣地を構築して戦うよう命じた。 しかし、空軍による物資補給は必要量を届けることができず、包囲されたドイツ軍は日ごとに遂行していった。ドイツ軍は包囲網の外から陸路での救出作戦も行ったが、救出軍はソ連軍の包囲網を突破することができなかった。1942年11月から1943年3月に、 かけての戦線1943年2月から8月に、かけての戦線ルーマニア王国海軍の駆逐艦、マラッシェシュティ1943年1月後半、スターリングラードで包囲されていた約10万人の数軸軍は、第6軍司令官、フリードリヒパウルス元帥の決断により投降して、捕虜となった。一方、 コーカサスで新軍が止まっていた英軍集団もこの方面でソ連軍が大規模な反抗を開始したために退路を断たれる危険が迫ったがこちらはヒトラーに撤退を認められ2月に包囲網が完成する前に過労死て撤退に成功したこの結果ブラウ作戦の目標はどれも達成させずドイツは膨大な兵員と資材を失っただけであったブラウ作戦の失敗 とりわけ、スターリングラード攻防戦の敗北は、対ソビエト戦における決定的な勝利の可能性を、失しただけでなく、同盟国に与えた影響が大きかった。何よりも人的資源の余裕のないドイツにとって、この敗北の影響は大きく、予備兵力のほとんどを投入せざるを得なくなる。一方で、スターリングラードの勝利は、ソ連軍にとって、勝利への自信を持たせるに至った。 ソ連の将軍であるゲオルギー・ジューコフは、やはり、ドイツ軍も無敵ではないのだ。我々もドイツ軍を破り得るのだ。この確信を持てたことが、決定的に重要であった。スターリングラード後も、ソ連にいる、ドイツ軍は強大であり、これを撃退できるかどうか予測はできなかった。が、我々でもドイツ軍を撃破できるとの確信を持てたこと。その効果こそが、 限りなく大きかった。と、スターリングラードの勝利を評価している。ドイツ軍では、ブラウン作戦と、スターリングラードにおけるチミドロの市街地戦の、戦訓により、様々な戦闘車両が生み出されることとなった。主力戦車の交代、自走砲の出現、ブルムベアのような市街地戦闘を想定した、大口径の突撃砲。 これらの複数の戦闘車両は一部の旧式車両の車台を流用する場合を除き、戦闘車両生産を、ますます混乱させることとなった。1943年夏季構成において、ドイツ軍内部では、積極的に構成に出るか、防衛の後構成に出るかで意見が分かれたが、ヒトラーが主張した、積極構成が実施され、中央軍集団と南方軍集団の間にできた。 クルスクトシツブを南北から攻撃する作戦が実行された。諜報活動に基づき十分に、事前準備されたハリネズミのごとく、巡らされたソ連赤軍の対戦者陣地に進撃を阻まれ、ドイツ軍は多大の出血を強いられた。時を同じくして米英により行われたシチリア上陸作戦の方に、作戦は決戦を待たずして中止される。以後、ドイツ軍は、 完全に東部戦線の主導権を失い、秋以降圧倒的な物量を武器にしたソ連赤軍の陶器構成の猛攻に敗走を続けることとなる。これにより戦線はドニエプル川を越えて西へ移動し、ウクライナ地方の大部分はソ連赤軍に奪回された。1943年8月から1944年12月に、 かけての戦線ドイツがソ連に進攻を開始したバルバロッサ作戦からちょうど3年目の6月22日に赤軍は一大攻勢であるバグラチオン作戦を発動したドイツ軍は当初攻勢は南部戦線と予測しており赤軍の疑問作戦の効果もあって対応が後手に回ることになった赤軍はかつてのドイツ軍が得意としていた 陸空一帯の電撃戦を展開。圧倒的な物量、戦力差とヒトラーの言命により撤退すらできない。部隊はもはや機動戦すらできず個別に撃破されるという、海戦時と立場が逆転したのではないかというような状況となり、ドイツ中央軍集団は事実上壊滅することになる。この作戦の結果、ドイツ軍は、 ロシア全域から駆逐され、開戦前の国境線まで後退することになった。この段階で、東部戦線の継続は、ほぼ不可能となり、以後絶望的な戦いを余儀なくされる。南部では、ヤッシーキシニョフ構成の影響により、ルーマニアで、クーデターが発生して数、数軸を離反逆に、ドイツに戦線を布告した。9月には、ブルガリアと、 フィンランドも、数軸側より離脱した。一方、ハンガリーは、ドイツ軍主導のパンツァーファウスト作戦の工作により、数軸側に止まった。1945年1月から5月にかけての、戦線1月からは、赤軍がビスワオーデル構成を行い、2月2日には、ベルリンまで70キロメートルに迫った。2月14日、ハンガリーの首都ブダペストが陥落し、 ハンガリーのほぼ全土が赤軍の支配下となった。ドイツ軍はハンガリーの油田奪回を目指して最後の構成春の目覚め作戦を行うが圧倒的な戦力差により惨敗を喫する。4月16日、重古フ元帥のベルリン総攻撃が開始される。4月30日、ヒトラーが自殺。5月2日、ベルリンは陥落した。 後継大統領に指名されたカールデーニッツ元帥のフレンスブルク政府は降伏を決断し5月7日にフランスのランスで降伏文書の調印が行われ5月8日午後11時1分に急戦が発行することになった8日午後11時からはベルリン市内のカールスホルストで 幸福文書の批准式が行われ、連合軍代表ゲオルギー・ジューコフ元帥とアーサー・テッダー英軍元帥、ドイツ国防軍代表ビルヘルム・カイテル、陸軍元帥が幸福文書に批准した。しかし、独ソ戦すべての戦闘が終結したのは、プラハの戦いが終結する5月11日のことだった。ソビエトと戦うため、ドイツ人ーに加わるコサックドイツ軍が、 それまでに行った戦いは、鉄道網、道路網が整備された限定的な地域であり、目的地までの距離は、比較的、短かった。このことは、ドイツ軍が編み出した、電撃戦という戦術を行うことにおいて、有利に働いた。新軍、補給ともに計画もしくはそれ以上の結果を残したため、電撃戦の効果を十二分に発揮できた。電撃戦によって、 自軍の損害を小規模にとどめ、短期間に他国を蹂躙占領して、戦闘で消耗した、兵器、兵士は修理、補充、休養を取り、資源を搾取する。このことは資源を持たないドイツにとって、重要なことであった。戦争前からの経過を見ればわかることであるが、ドイツは、他の方面の防衛は、最小限都市構成の前面に、 ほぼ全力を投入する戦闘を続けており、電撃戦の失敗による長期地球戦火はドイツにとって危険となる二正面作戦を生み出すことになるはずである。独ソ戦の開戦時、気候師団の能力、電撃戦の限界については未知数だったと言ってよい。なぜならば、対ソビエトの戦闘においての進撃すべき距離は、これまでの戦闘とは比較にならない長距離だったからである。 これまでの戦いとは異なり、本国と遥か離れた広大な領土を持つソ連における戦いは電撃戦による短期決戦が可能かどうかという点については意見が分かれるところであった。電撃戦に必要なものは1にも2にも速度であり、これには補給と飛行場の確保が不可欠である。だが、ロシアの大地は電撃戦を仕掛けるにはあまりに広大であった。インフラは 未整備、陶器は玄関。攻撃する側は必要以上に十分な装備を持ち得ていなければならない非常に危険な大地だった。広大な土地に対しての情報は不足し、道路の情報はほぼ間違いであると言って過言ではなかった。ほとんどの道路は未舗装であり、そのことが後に新聞を阻むネーと化すことを知らなかったのではないかと言えるほど、 ドイツ軍の準備はなされていなかったと言える。輸送に関し、未だに無数のニウマ車に依存していたドイツ軍は、ロシアのぬかるんだ地面では嫌になるくらい進軍が、はかどらなかった。これまでにも、気候師団の進軍においての故障率はオーストリアへ、進中の段階ですら看過できない状態であり、戦闘期間が長引けばそれは、気候師団を軸に、 戦争の計画を立てている者にとっては恐るべき結果が待っていたと言っても過言ではない。部隊の数を増やすことなどままならず維持することすら多くの努力を持ってなされていた状態であった。ドイツの戦車はドイツ機質を体現するように最善を求めて作り上げた精密機械であった。電撃戦による短期決戦には対応できるが、 長期持久戦を維持するには膨大な人的資源を必要とした。ロシアの冬は精密機械であるドイツ戦車を使用不能にするほど過酷な大地であった。驚くべきことに、ドイツはその気質を体現するかのように整備、回収の能力を保持していたと言えるだろう。だが、ロシアの大地は過酷であり、あらゆるものが故障し、放棄される運命にあった。 そして補給の混乱がそれに輪をかけたのである。必要な部品は届けられず、他の兵器を活用するために部品を抜かれる兵器も多かった。ドイツ軍のそれまでの対戦国は、ドイツと本土の面積や人口が同等、または小さい英物など、西欧、北欧諸国であったのに対し、ソビエトは、資源生産力、人口において、ドイツを圧倒していた。 戦争が長引けば、国力の差がドイツを日々圧倒してくることは、間違いなく、それは、ドイツ軍の敗北を意味していた。すでに同等以上の国力を誇っている英米、連合国との戦争をしている状況において、西部戦線や北アフリカ戦線に加えて、東部戦線という三つの戦線を維持し続けることは、ドイツにとって過大な負担となることは明白であった。 このような状況、段階にもかかわらず、ヒトラーのソビエトに対する認識はあくまでも、過小評価であり、バルバロッサ作戦開始時だけでなく、ブラウ作戦開始後においても、ソビエト赤軍の戦力の低下を認識し、それを参謀本部にも確認する状況であった。確かに、ソビエト赤軍の対フィンランド戦での戦力比に、対しての戦闘の状況、 その元となる赤軍の総合的な戦力の低下は免れなかった。まして独ソ戦初期における損害は膨大であり、戦力の低下は間違いなかった。だが、赤軍の予備兵力はドイツ軍が想定するよりもはるかに膨大であった。もし勝利を得られることがあるとすれば、圧倒的な電撃戦による勝利か、開戦一年目のような捕虜。 軍事物資の放棄が常に続くような状況でない限り、勝利は遠かった。このようなドイツに対して、ソビエトは全力を挙げて、赤軍の組織を再編し、ドイツ軍に対抗した。史上最大の戦車戦となった、クルスクの戦い陸、海、空という総合的な戦力が問われるわけではない、独ソ戦において、ソ連赤軍には、 革新的とも言える T-34 という戦車の存在があったことは特筆すべきであろう。敵の砲弾を引くのに効果的な形状を持ち、その形状に沿った小さな砲塔には敵戦射撃波に必要十分な威力の方を持つという対戦車戦において絶対的に優位な今日における主力戦闘戦車の概念を与えうる戦車の歴史を変えるほどの戦車であった。 確かに、その実態は、様々な部分において洗練されておらず、武骨で運用面での様々な特性、利便を無視した設計であり、ドイツから見た、戦車戦術からすると、まだまだ問題の多い戦車であったと言えその性能は、様々な部分において欠陥が指摘されているであろう。だが、戦術という面ではなく、戦車単独で見る限りにおいてその性能は、ズバ抜けていた。 ロシアの大地に最適な戦車であり大量生産し得る体制を確立し、それらを加味した上で必要十分な性能を持った時代が必要としていた戦車そのものだったのである。独ソ戦という状況、かつロシアの平原においては既存のドイツ戦車を駆逐する、性能と生産性と整備性を維持している驚異的な戦闘車両であった。ドイツから指摘し得る欠陥は、 砲塔、砲など着実に変更、修正され、やがて3人乗りの大型砲塔に 85mm の砲を積むことによって、中戦車としては、その量産性をもってして、ドイツ軍を圧倒することになるのである。それに及ばず、トラックを利用した簡易なロケット砲、ソ連空軍は襲撃機といった対地攻撃に特化した航空機を量産して対抗した。赤軍は、 その膨大な予備兵力によって、1941年夏の圧倒的な敗北から敗北を理解し、1941年冬の構成の失敗から構成の何たるかを理解した。そして、予備兵力に陰りが見られるかと思われる段階において、もはや予備兵力のないナチスドイツに対して1944年夏の最大の大構成を行うのである。 1943年、ハリコフでの第一 s s 走行手段。戦闘車両は、マルダー2。ロシアの鉄道は、ドイツとは、機関が異なりのロシアゲージ。そのままではドイツから直接列車を乗り入れることが、できなかった。ドイツ側は、列車の路角を当てにしていたが、ソ連側は、ウラルへの工場疎開と同時に列車を避難させていた、ため、 ドイツ軍の路角は思うようにいかず、結局、公平によって線路を標準機に変更する工事を行った。これらの線路はソ連側の逆襲時にアメリカの援助を受けて元のロシアゲージに戻されている。当期のロシアの玄関はドイツが持ち込んだ蒸気機関車を容易に故障させた。劣悪な路盤整備においては大型の機関車の導入も拒んだ。道路網は 舗装が整備されていない悪路が多く、情報が不足していた。また、南北方向の道路網は、比較的整備されていたが、東西に移動するドイツ軍の進撃には役に立たなかった。そのため、軍備増強を急いだために、自動車化が完全ではなく、移動、補給の多くに鉄道と軍馬を必要としている、ドイツ軍にとっては、困難な戦場であった。 自国の生産だけでは間に合わず、占領国からもかき集めた、トラックなどを含めて荒れ果てた道路での利用による、故障は花だしく、輸送の効率は非常に低いものになった。また、同時期に戦場となっていた北アフリカは、広大な戦域にもかかわらず、港湾付近以外では、自動車以外の補給手段がないため、その作戦規模に比較して、 膨大な輸送用自動車が裂かれていたことも大きな問題となっていた。確かに北アフリカ戦線は自動車以外の補給の方法はなかった。だが要求する数量は明らかに作戦が生み出すものからすれば桁外れな数量であった。最前線の部隊への燃料補給を1とした場合その9倍の燃料消費が必要となるほど補給部隊の消耗が激しかった。 それに対し、赤軍には、レンドリースによって、アメリカから送り込まれた、大量の軍用車両が配備されていた。カチューシャの台として用いられたものを含めたこれらの、車両がなければ、バグラチオンのような電撃戦は、不可能であったと言われている。ドイツにおける陶器装備は考えられないほど遅れていた。例に漏れず、ドイツの装備は、 理想的なものを想定し、ロシアにおける陶器装備の準備を策定していたにも、かかわらず、その配備は、父として進まなかった。その装備は、この戦闘の陶器戦闘のどこに配当されたかと思う、ほどである。ロシアの大地は、内陸気候と土壌により、春と初冬には、デーネーと化し、夏は乾燥、冬は、玄関の土地であった。春。 初頭のデーネーの時期には移動は元より最低限の補給にも大きな影響を与えた。また、陶器の玄関における戦線の維持も重大な問題であった。だがこれは攻められる側のロシアにとっては有利なことであった。大地そのものが要塞であり、毎年早くに訪れる冬将軍も侵略者を苦境に陥らせるのである。そしてさらに攻略する軍を苦しめるために、 行われるのが、焦土戦術である。以上のことから、下記に、ドイツ軍の攻勢、反撃を行うが冬には装備の不備から防戦に回り、赤軍は夏、冬に、攻勢、反撃を行った。ナチスドイツ軍は、電撃戦の成功を信じたのか、1941年、1942年でも、同期装備を、全くと言って良いほど装備していなかった。 冬戦争におけるフィンランド国防軍との戦闘では集大をさらした赤軍であるがドイツとの戦いでは日本との戦争に備えてシベリア方面にいた精鋭軍を投入できたことも大きかったかつて焦土作戦を展開し大北方戦争でスウェーデンを祖国戦争でナポレオンに率いる大陸軍を撃退したロシアは3度同じ戦略を 結行することは明白であった。もっともこの作戦は、ロシア側にとっても多大な犠牲を強いることになった。後に、ソ連赤軍が、攻勢に転じドイツ軍が防戦に回ると、ナチスドイツ軍は、同じように、ソ連領土内を焦土とし、多くの都市は廃墟を目にすることになった。戦争末期になるとヒトラーは、ドイツ国内の生産設備を破壊するよう命じたが、 完全に実行はされなかった。赤軍をモデルとし構成されたパルチザンは、主に、ドイツ軍交通の要所や集積所などの兵站施設に、対して、妨害工作を行っていた。1941年7月29日、人民委員会議及び、ソ連共産党が発した指令で、パルチザン活動に関する概略が述べられた。 初期のパルチザンは壊滅したソ連軍所属のソ連兵、コムソモール、地方党インタで構成されていた。ソ連当局の資料によると1941年夏の時点で231個の派遣隊が活動し、同年の終わりまでには437個が編成され、その数は約7200名にも上った。戦況の変化により各国は同盟する陣営を変えた。 数軸国側は一枚岩ではなく、長年問題を抱える隣国同士が数軸側として同盟していたこともあり、敵側に回って戦争状態に入ることに対し、問題を感じることなく対応することもあった。ソ連に輸送されるイギリスのマチルダ2フ氷戦車ソビエトは、第二次世界大戦開始当時の状況を見る、限りにおいて侵略国であると考えられる。 ポーランド、フィンランド、ルーマニア、バルト三国などの隣国に対しての行動は明らかに侵略そのものと見られた。これらの状況を踏まえてイギリス・アメリカは困惑を含めて眺めていた。ナチス・ドイツが目論んでいるロシアの植民地化は地政学でいうランドパワーとしての地位を確立することになる。連合軍の目的は全体主義国家であり、 ランドパワーとしての地位を復活しようとする、ナチスドイツの殲滅である。連合国にとってソビエトはその対象であるのか。共産主義を嫌っていることで知られる、イギリスの首相チャーチルは、ナチスドイツとの戦争に勝利するという何事にも変える、ことのできない目的を遂行するために、敵の敵は味方として、自身の信念を曲げてでも、 共産主義国家であるソ連と手を握るという判断を下すのである。独ソ戦が始まると、それまでソ連をたびたび非難していた英国は直ちに大量の物資の援助を提案し、中立であったアメリカは5月に制定したレンドリース、ポーをソ連にも適用することにした。ソ連と米への協定は1941年10月に結ばれ。 この時から1945年までに武器と物資がソ連に供与された。援助の効果は1942年に目立ち始め、1943年にはソ連軍の兵站物資、機材の相当部分を占めるようになった。大半の援助物資はペルシア回廊を経由して供給された。大雑把に言えば、スターリングラード戦までのソ連軍はほぼ自国製品で、 戦い、クルスク戦以降は、援助物資と共に戦ったと言える。航空機、戦車などの正面装備、トラック、ジープ、機関車、無線機、野戦電話、電話線などの広報支援のための物資、さらに缶詰、靴、ブーツのような一般工業製品から、銅、アルミニウムといった、原材料まで様々な援助物資が届けられた。供与兵器は、 正面装備に関する限りソ連戦力で大きな比率を占めなかった。戦車はソ連製の方が、洋目上は優れていたため、前線で歓迎されない方もあったが、機械的信頼性の高さからアメリカイギリス製戦車が好まれる場合もしばしばあった。しかし、援助物資が平坦と、経済、生活に与えた寄与は大きかった。主要工業地帯が、 ドイツ軍に占領され、残る生産能力も、兵器生産に向けられたことで、ソ連では、後方支援と生活のための物資が著しく不足していたためである。また、兵站などはソ連が立ち遅れていた分野で、米英からの援助が重要であった。スターリン以下のソ連の指導者は、援助が、ソ連の戦争遂行能力を支えていることを、自覚していたが、同時に、 ドイツ軍の戦力のほとんどをソ連が引き受けている以上援助は当然だとも考えていた。アメリカのルーズベルト大統領は第二次世界大戦の最中の1942年5月ソ連軍の活動とその影響を評価してこう記した。ロシア軍が連合国25カ国の軍隊よりも 対戦国の膨大な兵士と兵器に打撃を与えているという明白な事実を無視することはできないと。ソ連は、米英軍が西ヨーロッパのいずれかに上陸して第二戦線を開くことを要求したが、この要請は1944年にノルマンディ上陸作戦が実施されるまでほぼ満たされなかったと言ってよい。このためスターリンは、米英が自らは戦わず、 毒素を共に消耗させようとしているのではないかという疑念を抱いていた。そこで、ソ連が、米英に用いたのが、対独単独講和というカードであり、援助を止めさせないために単独講和をほのめかし続けた。そして、ソ連は獲得したポーランド東部領土の承認を、英米に求め、ポーランド亡命政府とソ連の関係が悪化すると、ポーランド亡命政府との関係を立つよう英米に、 要求を行った。結果として、ポーランド国境については、ソ連の要求が通り、戦後ポーランドは大きく、西に移動する形となった。連合国の勝利が、ほぼ確定的となった1944年になると、イギリスは、ソ連の東欧支配、さらには、地中海への進出に警戒心を見せるようになった。モスクワ会談ではチャーチルがスターリンと、 パーセンテージ協定を締結し、東欧に対するソ連の優越権を認める一方で、地中海へのソ連の進出を食い止めようとした。しかし、後のポツダム会談でソ連はさらに進出の意向を示す。さらに、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ローズベルトの死去により、副大統領から大統領に昇格したハリー・トルーマンも人類初の核実験である。 トリニティ実験の成功の法を受けてソ連への態度を降下させた。そのためポツダム会談はローズベルトの融和的政策のもとでなされたヤルタ会談と全く異なるものとなった。共通の敵を失った連合国の列強は再びイデオロギーの対立に立ち戻り冷戦という対立軸へと向かうことになる。ナチズムにおいてスラブ人は 列島民族として扱われており、また、イギリスの海上封鎖によって、食糧難に陥っていたドイツでは、ソ連の土地から食糧を収奪することが、喫緊の課題であった。占領地域に、民族ドイツ人を植民し、ドイツ領土化するという、東部総合計画は、この時期に建てられたものである。四カ年計画長と、食糧時間、ヘルベルトバッケは、 ドイツが戦争を遂行するためには3年間現地において国防軍が食料を調達することが必要であると試算している。バッケラはこの食料収奪によって数百万人のロシア人、スラブ人を結果的に餓死させるという計画を立案していた。彼らは最終的に3000万人のロシア人が餓死すると見込んでいた。ゲーリングの大都市の占領は 望ましくなく、包囲して合死させるべきであるという発言もこれに繋がっている。また、親衛隊によって組織されたアインザッツグルッペンは、占領地域の治安維持のためとして、ユダヤ人や共産主義者、パルチザンの検挙、殺害を、組織的に言った。ドイツ占領地では、ホロコースト実行のために、親衛隊が活発な活動を行い、国防軍もこれに協力した。 一方で、ソ連軍は敵の捕虜に対して過酷な労働を犯した。ソ連軍が東欧に侵攻すると報復の対象は民間人にも及び、激しい略奪と暴行が繰り返された。ドイツの捕虜になったソ連軍将兵や民間人の中には、アンドレイウラソフ将軍が組織したロシア解放軍や、日々など、ドイツに組みする大敵協力者となった者も,も少なく、 なかった。対戦後半、人的資源の枯渇に苦しむドイツ軍で、多くのソ連出身者が、弾薬、燃料輸送など、広報活動に従事し、中には最前線で、かつての、同志に重口を向ける者もいた。戦後、ソ連政府は、裏切り者に対して、容赦をせず、対独協力者としての過去が判明すれば、銃殺や公主刑に処されたり、 コルイマ鉱山等のシベリア各地への追放を受けた。また、ドイツ軍人の中にも、パウルス元水やフォン・ザイトリッツクルツバフ派将軍など、捕虜になった後に、反ナチ運動に参加した者も,も存在した。ドイツは、戦争によって敗北し、ナチス政体は崩壊、米素英物による、分割占領を受けることとなった。その後、東西領事民への対立により、 ドイツ連邦共和国及びドイツ民主共和国の2国に分断されることとなった。この分断状態は1990年のドイツ、再統一まで続くことになる。さらに東プロイセントを含むオーデルナイセセン伊島の領土を喪失し、これらの土地や東欧に住んでいたドイツ人はドイツ本国へと追放された。また戦争賠償としてドイツ国内の原料や 生産設備が現物徴収され、ソ連軍に捕虜となったドイツ軍将兵はロームによる賠償を負わされた。独ソ戦は連合国の対ナチスドイツ戦争の中で最大の戦域であり、それに膨大な損害を出しながら勝利した。ソ連の威信は極めて大きなものとなり、戦後秩序における超大国としての位置を確立した。また新領土としては、 東プロイセンのケーニヒスベルクとその周辺地域、カーゾン戦ン以東の旧ポーランド領土を獲得している。またソ連は占領した東欧地域の政権を社会主義化し、自由な選挙によって政体を決定するという連合国間の合意は保護となった。アメリカ合衆国、イギリスとの摩擦は大きくなり、冷戦への道に至ることになる。ドイツが降伏した日は、 ヨーロッパ戦勝記念日として、現在でも、各地で式典が行われている。2004年には、国際連合総会において、5月8日と9日が、第二次大戦中に命を失ったすべての人に、追悼を捧げる日と定められている。ドイツの敗戦40周年にあたる1985年5月8日、ドイツ連邦大統領リヒャルト・ホンバイツ・ゼッカーが、ドイツ連邦議会で、 記念の演説を行った際に次のように述べている。5月8日は、ドイツの歴史のみならず、ヨーロッパの歴史に深く刻み込まれている。ヨーロッパの内戦は終わり、古いヨーロッパの世界は崩れ去っていった。歴史学者、ミヒャエル・シュテュルマー教授のことを借りれば、ヨーロッパは戦い尽くしたのである。停戦の直前、東西から進撃してきた。 米ソ両軍兵士のエルベカ藩での開港は、差し当たって、ヨーロッパの一つの時代が終わったことのシンボルである。エマニュエル・トッドはその著書、帝国以後の中で、第二次世界大戦の戦略的真相は、ヨーロッパ戦線での真の勝利者は、ロシアであったということである。スターリングラードの以前、最中、以後のロシアの人的犠牲が、 ナチスの軍事機構を粉砕することを可能にしたのだ。1944年6月のノルマンディ上陸作戦は時期的にはかなり遅い時点で実行されたもので、その頃にはロシア軍部隊はすでにドイツを目指して戦前の西部国境に到達していた。当時多くの人種がドイツナチズムを打ち破りヨーロッパの解放に最も貢献したのは ロシア共産主義だと考えたということを忘れたら、戦後のイデオロギー的混乱を理解することはできない。イギリスの歴史家で、軍事問題の専門家であるベージュリリデルハートが、見事に見抜いたように、あらゆる段階で、アメリカ軍部隊の行動様式は、官僚的で緩慢で、投入された経済的、人的資源の圧倒的な優位を考えれば、効率性に劣るものだった。 ある程度の犠牲的精神が要求される作戦は、それが可能である時には必ず同盟国の超母兵部隊に任されたと述べている。また、1985年、当時は東ドイツの同地に、かつての米ソ兵が集まって、王子を忍び合った。ソ連は、ドイツの攻撃を受ける前、東欧分割を密約し、ベッサラビア併合、バルト諸国占領。 フィンランド攻撃、さらにドイツにやや遅れてソビエト連邦によるポーランド侵攻が行われた。このため欧州議会が2019年に独ソ双方に第二次世界大戦の改戦責任があるとする決議を採択している。これに対してソ連の継承国であるロシア連邦大統領ウラジミール・プーチンは当時のソ連の行動をナチスドイツと 同一視することを禁止する。法改正案に2021年7月1日に署名した。ありがとうございます。